免疫チェックポイント阻害剤は T 細胞の活性を抑制するシステムに対する阻害剤である。新世代がん治療法で日本人による開発。免疫を抑えるためのチェックポイントを担う分子を標的とするところからそう呼ばれる。初めて臨床に使われた薬剤名はイピリムマブ。用語として免疫チェックポイント分子または免疫チェックポイントとは 現状の2010年代では、まず T 細胞を及び T 細胞と結合する細胞が、膜表面などに持つ分子で、さらに、免疫抑制機能を持つ分子のことである。なお T 細胞の免疫抑制のシステムについて、明記したい場合に、免疫チェックポイントシステムというふうに明記する場合も、ある。口述のレセプター PD-1 や、クトラ -4 のように、 そのレセプターが刺激されることで、免疫など何らかの機能が抑制される種類のレセプターを抑制性レセプターという。T 細胞は、その生物個体自身の細胞に攻撃をしないように、免疫チェックポイントと呼ばれる、発現すると免疫が抑制される機構を T 細胞表面に持つが、しかしこの機構では、癌細胞を見分けることができず、癌細胞を仲間と誤認してしまう。 なお、2018年の現時点で一般に免疫チェックポイント阻害剤の免疫チェックポイントとされる分子は MHC とは別の分子である。MHC も細胞表面にあるが MHC とは別に PDL1、PD-1 や CD80、クトラ -4 は細胞表面に存在している。カドヘリン分子、KLRG1 分子とも一般に 免疫チェックポイント分子とされる PDL1、PD-1 や CD-80、クトラ -4 は別の分子である。免疫チェックポイント阻害療法少なくとも人間など、脊椎動物の T 細胞には、その生命個体自身の細胞を攻撃しないように、事故の細胞の因子が結合できる部分が、T 細胞にはいくつか存在しており、まるで鍵と鍵穴のような関係になっている。 このように自己の細胞だけが結合できる部分の T 細胞側の鍵穴側の因子として、人間の場合、T 細胞の PD-1、クトラ -4、ラグ -3、ティム -3、KLRG-1 などが知られている。一方、鍵側の一般細胞には PDL1、CD80 PD、MHC、E カドヘリンなどの因子があり、 例えば PD-1 に PDL1 が結合するなどのように T 細胞の鍵穴側の分子と結合することにより一般細胞は T 細胞からの攻撃を結果的に免れておりこのような機構が免疫チェックポイントであるつまり T 細胞が接触している相手の細胞が仲間かどうかを確認する機構であるしかし癌細胞も また自己由来の細胞であること等から PDL1 などの分子を持ってしまっているので、癌細胞はこの仕組みを悪用し、癌細胞の持つ鍵側の因子もまた T 細胞に結合することにより、癌細胞は免疫細胞の攻撃を免れてしまっている。免疫チェックポイント阻害剤は免疫チェックポイントのスイッチとなる分子同士の結合を何らかの方法で妨害してしまうことにより、 癌細胞の因子などが T 細胞の鍵穴に結合できなくすることで免疫細胞に癌細胞などを含め多くの細胞を見境なく攻撃させるように変質させる医薬品である。このため副作用として正常な一般細胞の持つ PDL1 などもまた T 細胞の PD-1 に結合できなくなるため自己免疫疾患などが発生するリスクもあるとされている。 免疫チェックポイントは、過剰な免疫反応を抑制し、自己免疫疾患等の発生を抑える働きがある。この機構に関わる免疫チェックポイントタンパク質としては、樹状細胞等の抗原定時細胞の受容体 CD、CD80-86 に応答するクトラマイナス4、主要細胞表面の PDL1 リガンドに応答する PD マイナス1等が知られている。 いずれのタンパク質も T 細胞の細胞膜表面に存在する。これらのタンパク質に対する阻害抗体が免疫チェックポイント阻害剤である。このような免疫チェックポイント阻害剤を投与することにより T 細胞の免疫抑制が解除され、講腫瘍免疫応答が増強される。ニボルマブが実用化された時は免疫チェックポイント阻害薬は人体の持つ。 免疫機能を強化するだけであり、従来の抗がん剤による化学療法よりも副作用は小さい、あるいは少ないと考えられていた。実際に副作用自体は少ないが、一方で、これまでの化学療法では見られなかった症状を呈する患者がいると報告されるようになった。例えば、急性1型糖尿病や重度の皮膚症状、中毒性表皮栄臭解消、 皮膚粘膜がん症候群である。これらは、免疫関連有害事象と呼ばれ、免疫チェックポイント阻害薬使用時の注意事項とされている。なお、有害事象ではなく副作用として、免疫関連副作用とする研究者もいる。以来の作用基準としては、免疫チェックポイント阻害薬によって、免疫系の抑制作用が減ったことにより、患者の組織細胞に対して、 自己免疫疾患作用が生じていると考えられている。以来として報告されているのは、皮膚、神経系、心臓、肺臓、肝臓、内分泌器官、消化管など全身に及び、以来が発症した時は必要に応じて、ステロイドあるいはインフリキシュマブなどの免疫抑制剤の投与、免疫チェックポイント阻害薬の給薬をする必要がある。 2018年11月現在、日本で承認されている、免疫チェックポイント阻害薬は、以下のものがある。各薬剤とも、承認を得た後随時適用拡大されている。AB 神奈川県立が、ん、センター臨床研究所、NHK クローズアップ現代、日経メディカル2014.9国立、研究開発法人日本医療研究開発機構。 プレスリリース、癌細胞が、免疫から逃れるメカニズムの解明、免疫チェックポイント阻害剤の公開予測への応用に、期待、ハット AB 免疫チェックポイント阻害剤、バイオキーワード集実験医学オンライン、羊自社、宮坂正幸ほか編集、標準免疫学、医学書院、2016年2月1日第3版、第2冊、38ページノーズ2から30、 宮坂正幸ほか編集、標準免疫学、医学書院、2016年2月1日第3版、第2冊、139ページ、ページ上部の図画、杉山大輔、西川義、が癌免疫療法、基礎研究から、臨床応用に向けて、領域融合レビュー第4巻、2015年 E005、ド、e、イ、10.7875、10. リーディングオーサー4 e 0 0 5ありがとうございます。